はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、バイデン大統領、肝入りの経済政策、インフラ、そして、えー、クリーンエネルギーに対しての投資というのが発表されましたけれども、それを実現するために必要不可欠なのが、今、財源というふうに言われていますよね。バイデン大統領からもそうですし、あとはイエレン財務長官の方からもそうなんですけれども、まあ、コメントとしてよく出ているのが、今後、企業に対してのコーポレットタックスを 引き上げるといいうのが発表されていましたでそれがですね21%という現行の税率から28%に引き上げると、まあ、それに加えて海外での売り上げですとか、まあ、あとはいろんな方法を使って税金支払ってない企業に対してはバランスシートとして、まあ、最終的に利益というふうな計上をしている額に対しての最低の税率をかけていきましょうというような、まあ、いろんな案がですね今出ています。 でこれによって、じゃあどんな企業が困るというか、一番影響を受ける可能性があるのかっていうふうに言われているのがですね、えー、2つありまして、まあ、この1つが、えー、テック関連、まあ、主にガーファムですよね。まあ、もう1つに関しては製薬会社というふうに言われています。でこれらの企業っていうのは基本的に、まあ、非常に資金力があったりですとか、まあ、あとはですね、やはり、まあ、いろんな過去にスキームを試して、 いかに税金を払わないようにしてきたかっていう、まあ、歴史があるので、まあ、非常に知見もしっかり溜まってて、えー、いい弁護士雇えてっていうところなんで、まあ、基本的にはお金がある大きい企業というのがこれらになってきます。で、えー、フォーチュン500という、まあ、世界的にもですね非常にまあ力のある企業のうち、えー、なんとですね55社が2020年、えー、タックス全く払ってませんと。 いうようよなですすね今状況とななっていますなので、これらの55社が払うだけでも相当な金額集められるので、アメリカ政府としては、何としても新しく法律を変えて、これらの企業に対して、まあ、しっかりと税金をですね支払ってもらいたいというのが本音なんじゃないかなと思っています。で、じゃあ実際これ本当にできるのかというところと、 株価に対して影響があるのかっていうこの2点について話をしていきたいと思うんですけれどもまず株価に影響があるかどうかっていうところのポイント担当直入に言うと僕はないと思いますでこれはですね本当にできるのかどうかっていうところのポイントと、えー、密接に関わってくるポイントなんですけれどもまずそもそも新しくじゃあ,あの税制税法を変えますとでそれで本当に 税金をこれらの企業に対して支払わせることができるのかというと、僕はですね、できないんじゃないかとあの正直思っています。で、これはなぜかというと、今の法律でさえ、これ大企業に対して払わないでいいですよっていうふうにしているわけではなくて、法律を作ってそこで大企業の、えー、まあそういう関連部門の人たちっていうのは、まあ針の穴を縫うような まあ、いわゆる抜け道じゃないですけど、まあ、そういったものを探し出して、税金を払わないでいいというように今もしています。なので、まあ、今後ですね、税法が変わって、税金払わなきゃいけないですよっていうふうになったとしても、まあ、実際には、この何かの抜け道を見つけ出して、最終的に結果的に税金を払わないでいいというように僕はなるんじゃないかなと思っています。もちろん最初の方、例えば1年、2年とか、 まあ、半年か分かりませんが、まあ、そういった期間、しばらくは、まあ、新しいスキームをですね、探すために、え、税金を払うという期間もあるかもしれませんが、やはり少し長い目で見たときには、まあ、これらのガーファムですとか、まあ、あとは製薬会社、まあ、そういったところはですね、また新しい、まあ、英語でいうループホールじゃないですが、抜け道を探してくるんじゃないかなと、僕は思っています。で、それを避けるために、 いろんなです、ね、あの法律を、まあ、作って米国政としては、えー、税金を払わせるというような方法を、まあ、画策今後はしてくるとは思うんですけれども、まあ、最悪本社をです、ね、あのアメリカから移して税金払えないでいいようにしたりとかっていう可能性もなきにしもあらずなので、えー、結果的にアメリカから、えー、企業が抜けて、えー、海外での、まあ、消費が 何、えー、て言うんですか、あのーまあ、その企業が経済活動をアメリカで営まずに、まあ、少しやるんですけど、まあ、その放射機能とかっていうのが海外に移転してしまったりとかそういった可能性は十分にありえるとなのでどこまで厳しくやるのかっていうところもかなりミソだと思うんですよね。でトランプ政権の時には、えー、そうういいいいっったたところをです、ね、やっぱ避けたいっていうのも思いもあって 海外での売り上げに対して、確か半分だけでしたかね。あの、アメリカが徴収できるように、税金徴収できるように、なんていうのを、ちょっとまだ、あの、スキームが何かあったと思うんですけれども、まあ、そういうふうに少し妥協をしていたっていうこともあります。なので、バイデン大統領と、まあ、イエレン財務長官がですね、いや、もうそれはダメだと。もう税金しっかり取んなきゃいけないんだよって言って、厳しく、ものすごい厳しいものを作った場合、逆に、税金が徴収できないと。 でもっともっと財源が減るっていう可能性はなきにしもあらずかなと思っていますそうなってくると、まあ、アメリカとしてはですね長期的に税金も取れないしまあ,あとは本社機能っていうのもアメリカから抜けていってしまうことでアメリカに対して支払われるえ間接的なまあ消費ですとか、まあ、あとオフィス需要とかもいろいろありますよねなのでそういったものすら失ってしまう可能性もあるのでこの辺のさじ加減っていうのは非常に難しいんじゃないかなと 個人的には思っています。なので、まあもちろんこのコーポレートタックスの調整だけで全部財源が賄えるっていうわけではないんですけれども、まあこのあたりはですね結構シビアで、他のところでもたくさん頑張らないと財源の確保っていうのが最終的にできずに、結果的には、え源、ー、債権の発行で、あの、地金を賄わないといけないっていうような状況に今陥る可能性も十分にあるなということですね。なので、えー、特にガーファムと、あとは 製薬会社、まあ、名前がよく上がるのはメルクとかですねこういったところに関しては、えー、税金の、えー、まあ支払いが生じた時にどれぐらいのバリエーションが、えー、落ちるのかっていうところの議論はされると思うんですけれどもまあ最終的に終わってみれば、えー、結局払わなかったねというように僕はなるんじゃないかなと思っていますあまりこういった議論まだされてはいないですけれどもブルーンバーグで記事が出てたりとかっていうのは あったので、今後本格的に、まあ、税法がですね、改正されて、どういった議論になっていくっていうのを、まあ、いろんな記事で出てくるとは思いますので、まあ、そこの中身を見てですね、えー、本当にバリエーションに含まなきゃいけないのかどうかっていうのは、まあ、今後要議論というところで、まあ、今から心配することではないかなと思っています。えー、そういった記事がやっぱり出てたりすると、えー、非常に気にされている 方も非常に多いのかなという印象を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、おそらくあの結果的に税金払わないでいいよというふうにあのなってしまうとは思うので、えー、それらの銘柄を持っている方はですね、バレーションが落ちるんじゃないかという心配は、まあ、僕はですね、これ僕の勝手な意見なのであれなんですけども、折、えー、り込まないでいいんではないかなと思っています。はい。えー、今後もですね、やはり この鉄拲に関連しては非常に資金が集まるところでもありますし、あとはですね、最近また製薬会社、特にこのワクチン関連で非常に注目されていたりとか、あとはですね、やはり癌ンの関連している、まあ、何ですか、名義療法とかっていうところは非常に注目が集まっているので、その業種としても注目が集まるところではあるので、この辺はですね、非常に厳しい目が向けられるポイントではあるとは思うんですけれども、今後も ウォッチ比較的、えーまあ、注力して追っていきたいなと思っています。はいということでまた次回の動画でお会いしましょうさよなら